今回はトマホークミサイルとスカッドミサイルの発射設定について紹介します。まずトマホークミサイルはクルーザーカテゴリーからタイコンデロガを選択します。続いてトマホークミサイルの標的を設置していきます。スタティックオブジェクトを選択してウェアハウシズカテゴリーのウェアハウスを選択します。それとウェアハウスは倉庫、貯蔵所などの意味だそうです。ゲームを通じて英単語を覚えちゃいましょう。今回は着弾範囲内でどれだけトマホークの着弾がずれるかを確認したいのでウェアハウスを3つ設置します。標的の設置が完了したので続いてタイコンデロガにトマホーク発射のタスクを割り当てます。アドバンスドをクリックしてタスクにファイアアットポイントを割り当てます。ファイアアットポイントとある三角がミサイルの着弾点になります。これをウェアハウスの上に移動させます。着弾範囲の中に標的が収まるようにゾーンラディアスのフィートを設定します。ラディアスは半径という意味です。今回は450フィートに設定します。続けてラウンドエクスペンドを10にすることで10発のミサイルがこの範囲内に着弾するよう設定しました。そして着弾地点を確認しやすくするため M4 を持った歩兵を配置します。それではミッションを開始します。ミサイルがどのように着弾するか確認してみましょう。無事に発射されました。視点操作について補足ですが、発射された武器は F6 キーで追跡できます。そして F10 でマップを開いて追跡したいミサイルを選んで F6 キーを押せばそのミサイルを追跡します。あと地上ユニットカメラは F7 キーで切り替えることができます。ミサイルが真ん中の目的に命中しました。全部のトマホークミサイルが同じ地点に着弾していますね。歩兵視点からも見てみます。お、歩兵くん、爆発を受けて戦闘態勢に入ったみたい。やはり同じ地点にミサイルが着弾していますね。トマホークミサイルは着弾範囲を設定しても基本的にはファイアアットポイントの三角がある地点の周辺にしか着弾しないみたいです。もし幅広い地点にミサイルを着弾させたい場合は一発ずつ着弾点を設置するか、タイコンデロガを複数設置してそれぞれ着弾地点を設置するしかないかと思います。続いてスカッドミサイルの発射設定を行います。国家をロシアにしてカテゴリーからミサイル図を選択するとスカッドミサイルが選択されます。それではスカッドミサイルを配置していきます。今回はとりあえず8台設置してみます。ウェイポイント1を設置してタイプをオフロードからコーンにすることでウェイポイント0から1に移動するときコーンの陣形に変更できます。この陣形についてはまだ勉強中なので今後紹介できたらなと思います。それでは先ほどのトマホークミサイルと同様にミサイルの着弾地点を設定していきます。射程範囲についてはこの緑色の円の内側は範囲外で赤い円の内側が射程範囲内になります。要は赤い円から緑の円を除いた箇所が射程範囲となります。続いてミサイルの着弾地点を設定していきます。今回はこの飛行場に着弾させようと思います。ゾーンラディアスを800フィートにしてここにミサイルが着弾するようにします。実際にこの範囲に落ちたか確認するために範囲内に車両を設置しました。それでは発射から着弾までを確認しましょう。
スカッドミサイルは準備から発射までが長いので注意してください。すぐに発射しなくてもミサイルの発射指示がうまくいっていないわけではないので安心してください。ちょっと準備完了まで長いので発射直前までカットします。やっと発射が開始されました。ミッションを開始してから9分24秒が経ちました。いやー発射まで長いですね。それでは発射されたミサイルを F6 キーで確認しましょう。ミッション開始から12分32秒で1発目が着弾しました。約3分と少しで目標まで着弾しました。続々と着弾していますが、着弾予定範囲内にいる標的には1発も命中していませんね。この命中精度の悪さは、着弾範囲を広くしたためなのか、それを検証するため、着弾範囲を変更してみます。ゾーンラディアスの数値を設定せず、ピンポイントに着弾するようにします。着弾地点の確認のため、着弾予定地点に車両を置きます。それでは発射から着弾までを確認します。発射。結局さっきとあまり着弾地点は変わってないですね。スカッドミサイルはファイアアットポイントで設定した着弾地点と実際の着弾地点が異なることを覚えておきましょう。それでは今回の内容を振り返ります。トマホークミサイル、スカッドミサイルともにウェイポイントアクションでパフォームタスクをファイアアットポイントに設定して、ファイアアットポイントの三角を着弾させたい地点においてゾーンラディアスで着弾範囲を設定します。トマホークミサイルは着弾範囲に関係なく、三角が配置された地点の近くに着弾します。一方、スカッドミサイルは着弾予定範囲からある程度離れた地点に着弾します。そして最後に、せっかくなので今回出てきた英単語を振り返っておきましょう。ウェアハウスは倉庫、貯蔵所の意味、ラディアスは半径という意味でしたね。それでは、ご視聴ありがとうございました。動画制作の励みになりますので、少しでも勉強になったら、高評価チャンネル登録をよろしくお願いします。